かしこまった。はっ。かしこまった。はっ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 は。こんばんは、よろしくお願いします。久々にすいません、久々にマイクを入れ忘れておりました。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。今日も大将やっていきましょう。いやー久々にマイクをやらかしました。さっきのね、三国志12プレイがね、相当ね答えてね、いやー、ふう、拒否しよう。はい、いつもの妖怪マイクオフですね。これは報告いたします。とりあえず停戦期間中はゆっくりと国力を回復させて、よいしょ、いやー、さっきの三国志12のね、惨敗がね、僕の結構ね、腰に来ててですね、結構ガクガクになってるんですよ、今。いやー、なんかね、大使より三国志12の方が難しかった。よいしょ。あんなに難しかったっけ、三国志12。はっ。よいしょ。かしこまった。はい、攻めでも守りでも連敗っていうね。いや、ちょっとね、今ね、めちゃくちゃ三国志12に対するモチベーションが上がってます。かしこまった。いやー、こんばんは、よろしくお願いします。いきなりちょっとね、マイクの入れ忘れスタートで申し訳ないですが、よいしょ。いやー、滅びそうになってますね。おお、毛利が羽柴を攻めたか。これは毛利につきましょう。おお、長須壁って結構こっち行きますよね。いやー、大使って結構あの能力差を戦術でどうにかできるんですけど、三国志12はね、三国志系は結構能力差がもろに出るんですよね。今停戦切れ待ちかな。でもちょっと鉄砲とか増やしておきましょう。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。というかですね、あの大友との同盟次切れたら更新破棄し、もう更新しないでおこうかなと思います。実はこの講和してからしばらく、おっと、講和してからしばらくが暇なんで、この講和期間の間にね、大友攻めたりしたいなと思って。表情を行いましょう。商業がえらい溜まってるな。お、百武さんいいですね。ミゲル。表情を終わります。この策はいかがでしょう。よいしょ。シクロ村長、でもうちシクロ6人いないからなあ。あ、表情活性にいいですね。いやー、ヒューが分かる。ヒューが分かるけど宮崎県が分からなかった。よいしょ。さっさが滅んだ。そういえばさっさそういえばさっさプレイもしてましたね。そのさっさが滅んでしまいました。報告いたします。お金はね、かなり余裕がある。お金かなり余裕があるんで、もうちょっと足軽増え、いやー、鉄砲にしよう。鉄砲どんどん行いましょう。どんどん部隊の近代化を進めましょう。はい、大友の庇護から脱却し、まあ単独でもう、あの龍造寺四天王が入った以上ね、龍造寺四天王が入ったのと、あとね、あの領地を陸路でもつなげたいんですよ。報告いたします。ん、真田上杉に滅ぼされた。領地を陸路でつなげたいってのもあって、柳川村中、この征服寺、ここら辺をちょっと手に入れたいなっ
っていう考えですね。うん、大友とはねあと1年以上同盟があるんで、停戦が切れたら一回島津と戦って、報告いたします。多分島津、次の島津戦が終わるぐらいにちょうどいいんじゃないかな。よいしょ、表情を終わります。一つ考えがある。お、試作強化に。試作強化系はね、とりあえず最優先取っていかないと。僕の外交状況なんですけど、大友だと1年、あと1年ちょいですね。大友だと1年ちょいなんで、島津に宣戦布告して、我らの力、お見せしましょう。よしよし。で、大友のね、援軍を借りましょう。お、ちょっといまいちだな。こっちの方かな。中津に銀地を。あれれ、宗茂が、あれ、おー、よいしょ。あ、あれ、あ、そっか、大名だからか。宗茂端っこの方にいましたね。ただちょっと兵2000か。あ、そっか、そうですね、投手を鍛えたいですね。確かにその通りだ。投手鍛えたい。茶屋、商人町、連兵所、傭兵塾は、傭兵塾、連兵塾、連兵所一つ潰そうか。連兵所一つ潰して、連兵所一つと、防塁潰して、武芸塾と、かしこまりました。術作術を、術作塾を作りましょう。あとは漁村とかをガリガリ鍛えていきましょう。あと商人町も鍛えたい。武芸塾は結構高い。貯水池、貯水池も上げたい。よしよし。で、こうなると、秋月か。いや、でも能力は結構高いんですよね。秋月、種種。武勇を除くと結構戦える。まあ、ここら辺から借りますか。援軍貸してください。まだ、あーい、よし、やっぱり借りよう。よいしょ。ん？あ、減らさないとダメか。秋月、これは、アソらしさを失わないための、アソらしさを失わないためにも、やはり出さざるを得ない。はい、志賀さんね、えらいイケメンになってるんですよね。あと、高橋ジョーンも借りていきたいですね。高橋ジョーンを借りるには、ちょっとこんなにいらなかったな。ただ高橋ジョーンにしても
立花宗茂にしてもあんまり兵がいないですね。あんまり兵がいないのが残念。そしてやはり龍造寺四天王は出したい。あ、四天王のとこに武将はあんまり配置してなかったか。よし、これでいい感じかな。上雲に宗茂、立花近次、そして四天王たち。あれ、一人足りないぞ。あれ、誰か足りないぞ。いたいたいた、襟口。よしよし、これが今のうちの全力じゃ。宗茂と宗茂と常雲に牙を任せるかな。よし、はい、あのゲームとして面白いのは間違いなく三国志13だと思いますよ。ただなんか久々にやって楽しいのがやっぱ三国志12だったなみたいな。よし、これでいきましょうか。出陣します。待機します。早速こわ。どうした、しまず。始めます。さ、そして奇襲を仕掛けましょう。続いてください。こっちが攻撃側になりますね。こっちが攻撃側になりますが、前押しとしましょう。ただ戦場上限を確認したい。行きましょう。戦場上限は19000。 OKOK、 やったりましょう。進むのです。あれあれ、今さっきあの武将出撃し、もう一部隊出撃しませんでした。もしかして、もしかして、島津家は、いや、そんなことない。一応兵糧2万あるもんね。はい、島原制圧はちょっと後回しにします。先にこっち一撃加えて、あの落とそうと思えばいつでも落とせるんで、ここ鷹城城は、鷹城城は。まだ生きてます、家康さん。43歳、まだ家久と一回も戦ってないんですよね。そういえば、さっき防衛出撃したような気がしたんだけど、あ、Uターンしてきた。あー、Uターンしてきたか。まあやるしかない、やりましょう。不利な攻め戦ですけど、それぐらい勝たないといけない。いやー、最近ね、大して結構勝ってるから、それがね、三国志12でのね、僕の油断につながりました。義久、豊久、家久がいないのが救いか。伊藤満昌、満昌くんは可愛い。うちのミゲルと全然違う。お見せします。例えば昔 PC エンジンにあの関東三国志っていうゲームもあったんですよ。あの北条武田上杉中心の戦国乱世の、ね、島津4兄弟はね、ほんと許せない。あれはね、いけない、あれはいけない。よし、行きましょう。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。ああ、ラスボス信長なんですね。ごめんなさい、あの僕ね、タイトルは知ってるんですけど、プレイはしたことないんですよ、恥ずかしながら。 PC エンジンのリオとかそこら辺だったじゃないですか。ご命令を。始めましょうか。続いてください。
あ、吉弘が突っ込んできてる。おー、できれば、できれば、ゲチオ、ご命令を。お覚悟願います。始めるぞ。ゲチオ、覚悟しろ。攻めましょう。お覚悟願おう。覚悟しておけ。よっこしょ。ゲチオ、覚悟せよ。行きましょう。川の手前で待ち構えましょう。つかみました。おっと、早い。さすがに早いか。よく狙えよ。二の太刀いらず。で、ご命令を。始めるぞ。覚悟せよ。始めるぞ。始めます。攻めましょう。お覚悟願おう。覚悟しておけ。抜けそう。ご命令を。抜けた抜けた。始めるぞ。こっちも抜けた。始めるぞ。よし。提督の決断やるんだったら僕はあっちやりたい。ハーツオブアイアン。提督の決断はね、入手方法が難しくて、初代作と2作目までならスーパーハミコンで簡単に手に入るんですけど、あれ、なんか兵力が全然いないぞ。よし、それだったら U ターン。ここで U ターン。お尻を向けます。お尻を向けた子一等賞です。ゲチオ、ちょっと下がる。始めましょうか。うん、そのまま来んの。え、掴みました。やりたい。さあ、釣ったり釣られたり、釣ったり釣られたりになっちゃいました。ゲチ、いや、とりあえず潰そう。始めるぞ。撃て。ご命令、お覚悟願おう。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。ゲチよ、覚悟しておけ。豊吉さんが追っかけてきてる。ご命令よ。首を置いて系が追っかけてきてますね。ご命令を。覚悟せよ。首を置いてる。首を置くわけにはいかない。撃て。豊吉さんもイケメンになったな。おっと、長寿院さん。掴みました。だからそこまで釣られてるわけじゃない。その首、この手でいただくとしよう。釣られてるのは向こうも同じだ。ここは頑張りましょう。覚悟せよ。覚悟なき者、負けはせぬ。引っかかったな。ゲチよ、覚悟しておけ。こっちに抜けるか。攻めましょう。覚悟せよ。覚悟は良いか。よし、撃て撃て。う、嘘、奇襲かやってたか。だが島津義弘を撤退に追い込んだ。策のある者がいるようです。もうちょっとでおとり挑発成功しそうなんだけど。我が策、ご覧ください。ご命令、始めます。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、ゲチよ。ここは百武さんに頑張っていただこう。ご命令。そして鉄砲と正面から撃ち合ってるのはあんまり良くない。ちょっと下がろう。我が策、ご覧ください。お覚悟願います。覚悟せよ。くないよ。横に回り込みましょう。始めるぞ。ふう、だから敵の陣地は全部破壊した。覚悟せよ。
始めるぞ。さあ、時には大胆に攻め込まねばな。明智秀光の鬼武者補正ね。まあ戦国さんはね、ちゃんと武力80段にまで強化されましたから、よしよし、いい。いい挑発が入った。ご命令、始めるぞ。ここが勝負どころです。始めます。覚悟はいいですか？策がございます。奥の手じゃ、見せてやるよ。始めるぞ。ここが勝負どころだが。始めるぞ。ご命令を。愚痴。覚悟せよ。ご命令を。追撃追撃。覚悟は良いか。愚痴。始めるぞ。行きましょう。撃て。この一撃貴様にかわせまい。撃て。何気にあそこの長寿院がね、かなり厄介な鉄砲連打してるんです。掴みました。ニーロさん、もうちょっと。やりたい。前へ。策のある者がいるようです。始めるぞ。始めます。攻めましょう。ご命令を。ちょっと無茶が過ぎた。覚悟しておけ。ほどし、お聞きくだされ。我らが意地見せてくれようぞ。始めます。ご命令。だいぶいい感じに攻めてはいるんだけどって感じですね。ゲチよ、覚悟は良いか。ご命令。うわー、全然削れない。ちょっと下がろう。始めるぞ。行きましょう。撃て。ふう、撃て。ニーロ、もう少し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 。よし、ニーロ改装させて。よしよし、2部隊改装。これはでかい。ここで一回引き上げたいな。一回無理せず引きましょう。鎮西、我が部、今こそご覧に入れましょう。我が部、その目に刻め。これ誰か分かんない。この親父顔、中馬、中馬さん。どうぞお聞きくだされ。それを改装させられればって感じですね。ご命令を。百武はこれ以上無理。始めるぞ。策を練ってまいりました。我が策。志賀さんももう無理。チューマンなの。我が策、ご覧くださる。用心しましょう。今は守る。チューマンとはそれまた珍しいせいですね。一旦引きましょう。ここは引きます。う、鍋島が攻め込むぞ。違う、鍋島じゃないな。攻め込むぞ。う、なんとか少し立て直しましたね。策を練ってまいりました。撃て。ご命令、始めるぞ。こっちがちょっと無理があるか。策がございます。下がりましょう。始めるぞ。ゲチ、お覚悟願おう。始めるぞ。無理せずで。ゲチ、覚悟しろ。よし。あ、真横から。しまった、豊志さんの射程を忘れてた。でもうちょっとなんだよ。今ぞ、放て。ご命令、始めるぞ。いやいや、このインドさんを、違う、インドじゃない、これは深水。ゲチ、始めるぞ。で、今回はもう射程に入ってない。ゲチ、ゲチよ、始めるぞ。ゲチ、交代し、退却にならないように慎重に。行きましょう。よしよし。戦はこれからです。先生復帰したか。借りは返すことにしているんです。放て。あ、逃げられちゃったか。いや、でも奇襲が入った、これはラッキー。ラッキー奇襲。
策のあるものがいるようです。そして豊久がいい位置に来てくれた。始めます。ちなみになんだ、太鼓か。叩いて叩いて。どうせ防御力ただでさえ低いんで。覚悟せよ。始めるぞ。覚悟は良いか。こっちはちょっと深追い失敗。覚悟しろ。逃げましょう。始めるぞ。いや、ご命令。いけるか。始めるぞ。始めるぞ。覚悟しろ。鉄砲構え。覚悟はいいですか。おっと、しがちかつすっかり回復してた。始めましょうか。撃て。敵の居所つかみましたぞ。なんとかなんとか。九州の武将ね、読み方としたのが多いですよね、漢字の読み方が。オッケーオッケー。豊久は切れないな。片付けない。おっと、島津義弘だが、ここは強行で一気に落としちゃいましょう。甘く見ていたようですね。片付けない。あの、特にね、信長の野望で覚えると漢字の形で覚えちゃってね、あの、呼び方を覚えてないんですよね。いやいや、一族を切るとね、ほんとめんどくさいことになっちゃうんで。ここで人吉城、耐久度3000、これも一瞬で落とせる。格闘城、格闘城、佐敷城、柔らかいね、九州の城。始めます。進むのです。志、なんかね、九州の城柔らかいのが多い気がする。はい、そうですね、振り返るとすぐ見れますね。でもね、一回ね、違うので覚えちゃうとそれかなって思っちゃうんですよね。かしこまりました。よいしょ。そうなんですよ、一回間違って覚えちゃうと正しいのを聞いてもね、なかなかスッと入ってこない、なかなか覚えてくれないですよね。あるある、それもまた戦国あるある。かしこまった。はっ。ん？漁村？あー、漁村。はっ。はっ。はっ。よしよし。そうですね、北条高広ね。そう、別木さんもね、相当ですよね。包囲しましょう。都官かな、あ、戸次さん、戸次さんかなみたいな。この城は我らのものです。行きましょう。島津の反撃、あ、ついに反撃が来たか。家久、進むのです。戦いたかったぞ、家久。囲むのです。囲むのです。別機です、別機ですよね。報告いたします。へつぎ、僕すみません、別機で覚えてた。先月の収支です。表情を行いましょう。お、なんかすごい輝かしい。同じ考えです。鍋島さん、表情を終わります。策がございます。よいしょ。対鉄砲防御力を上げとこう。島津にね、散々鉄砲撃たれてるんで。南蛮貿易、さて継続発展、これは防御戦になるかな。砦はないんで、よし、サコイエシさん相手。あれ、え、あれ、マンション、
島津家の伊藤満書軍か。何？満書が総大将で家久が部下なの？どうしたのこの軍勢？何この戦い？何この戦い？これ光君対満書君の戦いですよこれ。なんじゃこれ。そして島津家久に山田有信。我が力これはなんちゅう戦いじゃん。川下りしないよもう絶対僕。お見せします。川下りはもうね多分ね生涯やることないだろうっていうレベルですよ。みんな防御力低いな。マシちょっと防御力マシな方で。これ森かな？山じゃなさそうだな。始めるぞ。山の方がいいんですけど。始めるぞ。覚悟はいいですか？お覚悟願います。始めるぞ。お覚悟願おう。行きましょう。伊藤満書が首を上げるぞ。満書対これ光くん、これはただことではない。まあでもあの総大将的なものが子供っていうのはなんかあれですよね。あの宮本武蔵のあれを思い出しますよね。京都の吉岡龍との決闘でしたっけ。始めます。攻めましょう。うん、そうそう、子供担いでの戦ってのあったでしょうね。ご命令をお覚悟願います。結構複雑な地形だな。これそういえば僕ねあんまりマップをちゃんと見てないんですけど、もしかして全ての軍でマップ違うのかな。そんなことないのかな。ランダムだったり実は結構使い回し多かったりするのかな。覚悟せよ。あんまり同じマップを見た記憶がないんですが。覚悟願います。始めます。攻めましょう。ご命令を覚悟せよ。覚悟しておけ。おっと、これ満色真っ先に突っ込んできてるぞ。あー満色くんが掴みましたぞ。あー満色くんが挑発されちゃった。うん、そうだよね。軍ごとに全部違うんだったら結構頑張ってますよね。満書くんが挑発されてしまった。これは下がりましょう。ご命令を、ご命令をお覚悟願います。始めるぞ。始めます。攻めましょう。移動力が全くない。始めます。もうこの統率力の低さやって感じですね。くそ、満書くんが来るんだからこれ見つくも準備しなきゃ。敵の居所つかみました。ゲチオ、お覚悟願います。始めます。始めます。覚悟はいいですか。こんばんは、よろしくお願いします。さあ高橋常運で始めるぞ。側面と覚悟しておけ。ゲチオ、覚悟しろ。ご命令を始めましょうか。さあ来い満書くん。敵の居所つかみましたぞ。確かの統率が高い方が移動伸びますよね。あの例えばこれなんだっけ、
阿蘇のこれ見つけんちょっとしか動かせない。マンショ君はね、なんごめんなさい、マンショ君呼ばれしてますけどね、何歳ぐらいなんだろう。始めるぞ。お覚悟願います。さあこれ見つくん行きましょう。マンショ君は遊ぼうと。そして高橋ジョーンが帰り道を塞ぐ。覚悟せよ。始めるぞ。あ、挑発終わってる。 U ターンしようとしてるか。前へ。だが高橋ジョーンが帰り道を、しかもおとり挑発もう一発。策のあるものがいるようです。さあもはやこれはこうだ。攻めましょう。ゲチを始めるぞ。マンショ君がやられてしまう。一旦引きましょう。マンショ君が敵の居所を掴みました。もう終わった、もう終わった。これはマンショ君完全なフルボッコで逃げてった。これみつくん大勝利。乱世に我が名を示します。これみつくん対マンショくんの戦いはあまりにも圧倒的だった。岡本頼一いいよ。ちなみにちょっとね、マンショくん何歳か見たいですね。ちなみにミゲルくんが 20代だったんですよ。21歳でした。マンショ君21歳。これみつくんは8歳。意外に13歳の差がありました。意外に13歳差。そしてミゲル君は21歳。もうこれは21歳の顔。こっちはねちゃんと21歳の顔してますね。これみつくん8歳にはねやっぱ実年齢で負けてますね。さあ、さあ勝ち時を上げましょう。かたじけない。あ、そっか、宗茂ってミゲルの宗教画館ね。確かにね。あ、宗茂23歳。なんとマンショと2歳差。ここで完全に分断したいな。島津義久、これはもう敵の本拠地落としましょう。内城行きましょう。出陣します。あ、ん、あ、ん、今度は島津義弘が出てる。報告いたします。先月の収支です。こうなると城主をね考えないといけない。かしこまりました。城主を考えないといけないんですけど。かしこまりました。あと貯水池は梶村もいっぱい作っとこう。かしこまりました。承知。アンド砦、砦を作って。梶村は、じゃは、よし。そろそろ向こうからね、いつもの講話が来るタイミングじゃないかな。島津の安藤が滅んだ。関係が滅んだ。囲むので橋場に滅ぼされると。おっと、これ今回オールスターじゃない。島津オールスターとの戦いになりそうですね。これは結構楽しみ。いいぞ。報告いたします。大友の援軍に、あ、大友の援軍あと1ヶ月か。先月の収支です。じゃあこれが多分内城攻めが
多分防御力は4000か、包囲で落とせるかな。でちなみに大友との同盟はちょっとごめんなさい、あと8ヶ月、行ったりましょう。佐古石松軍、島津はね4兄弟バフあってもよくないですか。島津はね4兄弟バフ欲しいね。まあといっても吉久が実際なかなか戦場、吉久は戦場に出なかったみたいですけど、あれ家久、義弘、豊久、年久がいませんね。島津4兄弟中3人が揃った。お任せくだされ。おこれは山だな。山なら任しとけ。この力お見せします。おとりは高橋ジョン。九州自動車道ルート。僕この昨日も言いましたけど、来週秋田に行ってて、不在、来週今週か、今週の金曜土曜不在なんですけど、そのうち九州にも行ってみたいな。覚悟せよ。ただまあ関東から九州行くのはちょっとしんどいかな。始めるぞ。続いてください。よいしょ。今日はやたら大使配信が多い。大使の風が来てるんですよ。みんなでね、みんなで大使を盛り上げようというね、光栄信者たちのね熱い思いっすよ。あ、山形だ、ごめんなさい、また間違えた。また間違えた。すいません、また間違えた、また素で間違えた。よいしょ。いやー、そしてデコボコの地形、デコボコの地形だな。いやー、今大使の風が来てるってことですよ。今時代が、これはそのうち大使実況が PUBG 超える日も遠くねえな。始めます。ご命令。始めるぞ。いや、出張というか、すいません、親の付き合いで行くみたいな感じなんですよ。昨日説明したんですけど、親がですね富士山周辺の大ファンなんですよ。で、鶴岡古城に藤沢周平記念館というところがあるんです。攻めましょう。ゲチョ、始めるぞ。始めるぞ。藤沢周平はやっぱいいですよね。僕も大好きなんですよ、藤沢周平。始めるぞ。あれ誰も、あー、ちょっと微妙。掴みましたぞ。まあ、光栄の新作はやっぱり叩かれやすいですからね。まあ、わかるんですよ。やっぱりね、いろいろわかるところはあるんですよね。なんだろう。よいしょ。始めます。覚悟はいいですか？始めましょうか。ちょっと光栄論語っていい。光栄のゲームって基本的に進化を目指してるわけじゃないじゃないですか。なんていうか、クラッシュ&ビルドというか、新作ごとに結構大きくめちゃくちゃ変えてくるじゃないですか。それがいい風にも悪い風になってると思うんですよ。いい風にっていう風、いい風にで言うと多分ね、新作ごとにこれほど大きく変えてないと、信長の野望シリーズも三国シリーズも続いてなかったと思うんですよね。敵の居所、例えば一番最初の方の完成形って天正期だったじゃないですか。例えばその天正期で進化をやめて、天正期 PK、 天正期 PK2、 天正期 PK3 と続けてたとしたら、多分続いてなかったと思うんですよ、シリーズって。やっぱりご命令を、お覚悟願います。なんでね、必ずしも面白くなってるかって言われるとまた別問題だと思うんですよね。そうそう、その
毎回ね思いっきり変えてるっていうのを繰り返してるからここまでシリーズが続いたんであって、敵の居所、そしてやっぱりねあの掴みましたぞ、面白さってやっぱりね全然違いますからね。例えば僕がめちゃくちゃ好きなのは天下創生なんですけど、今天下創生的な面白さって全然ないじゃないですか。覚悟せよ、始めるぞ。ゲチオ、お覚悟願おう。ゲチオ、例えば天正期が一番面白いっていう人たちからすると、例えばもう天正期の成分なんてもうすっかりなくなっちゃってますし。覚悟せよ、始めましょうか。これ後ろから来てんな、まあ大丈夫か。あとね、もう一つはね、あれなんですよ。掴みましたぞ。もう一つはね、国内で戦国時代のゲームを作ってるのが光栄しかいないっていうのがね、まあ いないわけじゃないんですけど、ライバルの不在っていうのがね、よ逆に良くないことになってるんじゃないかなという気がします。それは多分あのこっちが合わないからこっちに行けばいいやみたいなのがないいけないじゃないですか。引っかかったな。我が策でしょ。ご覧ください。どうしてもね、あのお覚悟願います。不満が溜まってしまうのは分かるような気がする。そうそうそう。健全な野党がいないんですよね。今回の信長の野望シリーズ嫌いだから、あんまり肌に合わないからあっちやるわっていうのができないんですよね。だから不満の場所がないから余計不満が溜まってしまうっていうのがあるかもしれない。という僕はその2つかなと思ってます。システムソフト、あのね、だから何個だよね、やっぱり作り続けて欲しかったの。ゲチオ、始めるぞ。そうそう、無双ならねバサラがあったんですよ。覚悟しておけ。無双は合わないけどバサラは合うやとか、バサラは合わないけど無双は合うやとか。引っかかったな。始めるぞ。ゲチオ、まあだからね、そういうところもあって不満がたまるのはしょうがないだろうなと思います。まあでもね、あのね、あ、めっちゃ釣られてるね、釣りのぶせで。そうそう、あのね、プレステとかそこら辺では結構頑張ってたと思うんですよ、他のメーカーとか。でも結局なんだろう、いい意味でちゃんと商売にできたのは光栄だけだったと思ったんですよ。よかった、増えた。釣りのぶせでピンチになってますが、まあ右翼方面がいい感じなんで大丈夫だろう。奥の手じゃ、見せてやるぞ。あ、でもね、あの始めるぞ。思うんだけどね、あれなんですよ、僕光栄信者だと自分で思ってるんですけど、あの信者っていうのがついてるメーカーって結構実は珍しいんですよ。あんまりあの例えばコナミ信者とかナムコ信者とかバンナム信者って聞かなくないですか。ソフトメーカーで信者がついてるっていうのはね結構珍しいと思う。まあ信者って自称するのもあれなんですけどね。なんかね、日本だとね、どうしてもね、セガとかね、セガと任天堂っていうイメージがありますね。始めるぞ。あー、音ゲーか。ごめんなさい、それはすみません、ご覧ください、認識不足でした。音ゲーか。その国、この手でいただくとしよう。策を練ってまいりました。そうそう、あのタイトル信者多いんですけどね。始めるぞ。ご命令を覚悟して。小島信者ね。そうですね、コナミ信者はいなくてもみたいな。覚悟せよ。撃て。さあ、島津義弘に釣りのぶせをかけられましたが、まあなんとか追い返す。さらなる高みを目指しましょう。そうですね、本当ね、ファミコン時代のね、ナムコ、僕ね、ナムコの三国志は結構本当にね衝撃的な作品でしたよ。言っちゃうと、あの初代ナムコの初代の光栄の三国志より面白かったと思う。まああの、なんだろう、
別コンセプトの戦国ゲーム、これを含めていいのかわからないですけど、ソシャゲには山ほどあるんですよね戦国ゲーム。さあ勝ち時を上げましょう。さあ内城を攻略して、もうそろそろこれは停戦待ちですね。東西に完全に分断してしまった。進むのです。いやー、ナムコの三国志はね、当時すごい衝撃だった。だってあの一騎打ちがあるんだもん。まずあとキャラクターがすごい楽しそうだし。報告いたします。先月の収支です。あー、西側の方が、西側の方が結構美味しいのかな。表情を行いましょう。策のある方はおられますか。よいしょ。素晴らしき策です。一つ考えが。そうですね、あのね、信長の革新を早く値下げしてほしい。5800円買えないっす。革新の配信をやりたくてしょうがないんだけど、高くて買えないっていうね。よいしょ、行きましょう九州新幹線通ってるの西側。なるほど、進むのです。なるほど、これは九州に、九州西と九州東の格差争いが。かしこまりましたね。革新はね、僕ね、初めて敵が強くて気持ちよかった作品なんですよ。よいしょ。なんだろう、理不尽、まあ理不尽じゃない強さというか。はっ、烈火のごとく天下取れ、覚えてますよ。あのカードゲームっぽいやつじゃなかったでした、カードゲームっぽいやつじゃなかったでしたっけ、絵柄が。もちろんあのカードゲームじゃないんですけど。かしこまった。よいしょ。と適当にバラかしましょう。よいしょ。そうそう、カード出すっぽいやつね。ちょっと武将増やそう。早掛けか。突撃に私兵臨戦。かしこまりました。ちょっとね、龍蔵寺四天王のところね、あんまり人を入れてなかったんで、ちょっと戦法がいまいちだ。セガの三国志、そうですね、僕もね、アリスソフトはね、シミュレーションゲームとしてお勧めしたい。というかね、僕の中で全ての戦国ゲームの中でね、トップ3に入りますよ、戦国ランスは。よいしょ。朝廷より使え。いいよ。というか島津から使いが来ないね。囲むのです。島津義弘、行きましょう。僕ね、メガドラの三国志列伝ってやったことないんですよ。気になるな。あれ、あ、そうだ、帰ったんだったふぅ大友の援軍帰ったの忘れてた。お任せくだされ。まあ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 、うちの軍勢だけで十分ですよ。あ、そういえばね、天下統一2はそのうち配信しようと思います。天下統一2はね、プレイできる環境があるんで。始めます。僕ね、天下統一やったことないんですよ、恥ずかしながら。なのでね、結構楽しみなんですよ。
ゲチュ、覚悟しろ。続いてください。まあまあ山にこもればね、山にこもった朝は強いですよ。あんまり 小高い感じですけど見た目クッソ地味ですか。まあ地味ですよね、昔の作品ですし。始めるぞ。武将の顔とかないんですもんね。覚悟しておけ。始めます。よいしょ。結構ね、実はね、大使以外のね、面白系戦国ゲーム結構溜まってるんで、あ、光栄の源平合戦もね、ずっと寝かしてるんですよ。僕の横にパッケージあります。覚悟しておけ。始めます。始めるぞ。何、昭和の時代進行の定番だったんだ。宮崎、何があるんだ。あれ、なんかあっちに集中してますね。ゲチオ始めます。よいしょ。お命令始めるぞ。お客が一人しか来てませんね。自然があるよ、ひどい。戦国ナンバーワンゲームか。面白いかどうかを別にして、一番好きっていうと天下創生になります。お命令を始めるぞ。ただ革新も好きだし、国取りスノーバトルも大好きだし、敵の居所、思い出深いっていうだけだったら、信長の野望オンラインめちゃくちゃ思い出深いし。よく狙いよ。はい、公認将軍はねそのうちやりたいですね。よし、行きましょう。もうちょっとだな。敵の居所つかみましたぞ。天下創生はね、僕ね、甲状腺が感動したんですよ。こんなに面白い甲状腺初めてと思って。ご命令。今までの甲状腺ってせいぜい壁を登れるくらいだったところが、堀を埋めたりできるんですよね。で、甲状腺の自由度がすごい高い。好きなところから攻めれる。覚悟せよ。撃て。あー、クイズ殿様の野望いいですね。クイズ友達の野望はプレイ環境がないんで、残念ながら配信できないんですけど。隙を見せた。びっくりして逃げました。攻撃。策のある者がいるようです。よし、捕まえきれそうですね。始めるぞ。策がございます。太鼓。敵を制すは我が軍略よ。戦国史、それフリーゲーム。あ、なんか噂で聞いたことある。すげえ面白い戦国系のゲームがあるっていうのを聞いたことはある。これほどと三国志13PK。 10が終わ、今やってる12が終わって、実はね、三国志ゲーム結構溜まってるんですよ。さらなる高みを目指しましょう。さあ、そして雑談中に敵将、あ、打ち取りました。深見さん、深水じゃなくて深見さんが優秀な武将だったんですけど、あ、代わりに大社流の人が入った。報告いたします。先月の終始。そうです、横山三国志、フリーズで止まってしまって、もうフリーズで止まったところまでは復帰させたんですけど、ちょっと2回目のタイミングを逸してました。取引を行いましょう。そうそう、ね、ちゃんと略奪ができるのが良かった。天下創生、僕ね、略奪をね、ゲームに組み込んでる作品大好きなんですよ。いや、待って、それだと僕がめちゃくちゃ略奪好きみたいじゃないですか。違うんですよ。ちょっと待って、違う、略奪好きなのかな、やっぱり。なんかね、違うんですよ。略奪好きなんだけど、
兵糧戦。兵糧に困ってるな。まあいっか。いや、なんていうかね、戻ります。あの三国志5とかもそうなんですけど、そう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 、ゲームの自由度が高い、自由度が高いんです。そう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 、ゲームの自由度、ゲームの自由とし自由度としてちゃんとあのメリットデメリットある略奪なんですよ。そうそう、あの家計とか焼き打ちして街をボロボロにしちゃうとすごい楽しいしメリットもあるんだけど、その後占領すると街づくりの復興が大変だよっていうデメリットがちゃんとあるじゃないですか。先月の収支、いや本当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 、なんかその野蛮なことをすると後でしっぺ返しはあるんだけど、でもちゃんとメリットもあるっていう。残り5ヶ月だからね、三国志5とかも好きなんですよ、あの略奪システム。なんかね、両方のプレイしたいじゃないですか、両方のプレイをしたいんですよ。あの清く正しいプレイと、そのちゃんと盗賊っぽいプレイそうですね、妹とかおばさんもね。毛利と羽柴はガチガチにやり合ってますね。三国志でね、ちゃんと盗賊やりたいんですよね。そうそうそう、報告いたします。初代三国志って結構非道なことできたじゃないですか、盗賊プレイができたんですよね。表情を行いましょう。よいしょ、お、だいぶポイントが惜しくなった。表情を終わります。まあ戦国のシミュレーションゲームなんで、いくら悪いことできたっていいと思うんですよ。で、例えばそれがあのエンディングとかに反映されればそれで十分だと思うんですよ。あの天下統一できたけど、そのまあ例えばその天下統一の10年後に内乱でその国は滅びましたとか。よいしょ、エンディングとかの反映でいいんで、ちょっとなんかね、そういうのにしてほしいな。はっ、かしこまりました。そうそうそう、三国志7ね、かしこまりました。自分のプレイ内容はエンディングに、エンディングに反映されればそれでいいんですよめっちゃ理由しゃべってるエンディングに反映されれば、なんかね、その途中のプレイは自由でいいと思うんですよ。シミュレーションなんだから。なんかね、システムとしてね、やらせてくれないのはね、ちょっと違うと思うんですよ。報告いたします。そういう意味ではね、大使はね大使はね、大使は一応まあ、あの略奪とかはできないですけど、あのお姫様の略奪はできるんで、それはちょっとにっこりですね。いいんじゃないですかね、そういうのいいと思うよ。よいしょ、かしこまった。なんかね、あのどうせロールプレイだと思うんで、なんかそういうところでまあ差をつけてくれればそれでいいなみたいな。そうそうそう、カルタゴに塩をまく。はっ、というわけでね、そういうとこもあってね、天下創生好きなんですよ。はっそうなんですよ、僕天下統一に飽きちゃうからね、エンディングまでやらないんですよね、毎回。はっ、チンギさんもね、いい感じに略奪できるゲームでしたね。資源も女も。よし、島津はもういい感じに切り裂きましたね。ああ、ガンパレード町も名作ですよね。熊本、報告いたします。
そうですね、テムジンが反乱で死にましたね。そうですね、幻聴騎士やった時テムジンが反乱で死んじゃいましたよね。それでいいんですよ、悪いことをしたら報いがあるでいいんですよ、そういう報いが。よいしょ。だからね、僕ね、結構ね、今回の大使驚きなのが、あの側室を3人持てるのってね、すごい驚きなんですよ。側室3人ってさ、このゲームってさ、あのゲームの戦略的にそこまで側室持つ理由あんまりないじゃないですか。なんだろう、これは小山プロデューサーのプレゼントかなみたいなね。報告いたします。大友との同盟あと1ヶ月。表情を行いましょう。策のある方はおられますか。そうですね、三国志の妻3人が好評だったのかな。策のある方はおられますか。うん、いや側室が3人はね、本当頑張ったと思うよ。みんなね、批判しちゃダメよ、側室たくさん持てることに関しては。表情を終わります。一つ考えが。いやいや、これね、なんかね、そのうちどっかに怒ら、どっかの団体に怒られないかね、心配してるんですけどね、僕は。よいしょ。さ、大友との同盟が来月切れるんで、いやいや、これあのね、僕ね、怖いんですよ。例えばツイッターとかで、やったぜ、俺こいつこれとこれとこれを側室に入れたぜとかですね、自慢したらですね、良くない団体に目をつけられるんじゃないかと怖いんですよ、ね、先月の収支です。そうですね、まあ批判はないですね。よし、これで大友、次はいよいよ大友に柳川城の攻略、柳川村中、征服寺、ここを占領して元龍造寺領を回復って感じですね、としたいですね。よし、というわけでもう1時間ぐらい、1時間超えた、超えて霧もいいところで、今日の大使はここまでとしましょうか。じゃあ皆さん長らくのご視聴、今日もありがとうございました。これで今日の大使の放送は終了して、この後ヨーロッパユニバーサリスのはしごになります。はい、じゃあ皆さん一旦今日、ここで終了になります。お疲れ様でした。